こんにちは、作り置き食堂のマリエです。今日は韓国風の献立として人気のチーズタッカルビとチョレギサラダを紹介します。それでは材料を紹介していきます。ではフライパンで作れるチーズタッカルビの材料を紹介します。鶏もも肉1枚、キャベツ1/8個、約 200g くらいです。とろけるチーズ2-3枚、コチュジャン、醤油、酒、砂糖を使います。ではチョレギサラダの材料を紹介します。キャベツ1/4玉、約 300g、 焼き海苔1枚、酢、醤油、ごま油、砂糖、鶏ガラスープの素、塩を使います。仕上げに煎りごまを振りかけます。キャベツはさっと洗います。外側の 2-3 枚をさっと水で洗って清潔な布巾で拭きます。ではキャベツはざく切りにします。では鶏もも肉は4センチ角程度に切っていきます。あんまり小さく切ってしまうとちょっと見た目がパッとしないので、大きめ 4-5 センチ角に切ります。鶏もも肉を耐熱ボウルに入れます。耐熱ボウルである必要はないですね。ボウルで大丈夫です。はい、たもも肉はボウルに入れまして、調味料を入れていきます。調味料を入れて混ぜていきます。調味料を量るときは粉物から先に量ると、大さじを洗わずにそのまま漬けられるので楽です。砂糖を大さじ1入れます。砂糖を大さじ1量りましたら、ほんの少し砂糖がついていても大丈夫ですので、次に醤油を量ります。醤油を大さじ1量ります。次にお酒を量ります。酒を大さじ1量ります。酒を大さじ1量り終えましたら、さっと大さじを洗います。さっと大さじを洗って拭き取って、チュジャンを量ります。チュジャンのようにドロドロした調味料は最後に量るのがおすすめです。最初に量ってしまうと他のものを量りづらくなりますので、最初に量るのがおすすめです。内側にすごい張り付きますので菜箸で落とします。では、混ぜていきます。鶏肉全体になじませます。では炒め油を最初に敷きます。分からなくてもいいんですけれども、大さじ半分くらいが目安です。熱します。タレごとすべて鶏肉を入れます。中火で5分ほど焼いて鶏肉に火を通します。断面が白くなったらひっくり返すような感じで鶏もも肉を加熱します。バチバチ跳ねてきたら少し火を弱めます。しっかり火が通ったらキャベツを入れます。キャベツを入れます。ではキャベツを入れましたら、キャベツがしんなりするまで炒めます。キャベツがしんなりしてキャベツに火が通りましたら、チーズを入れます。チーズを入れて絡めます。では、チーズを絡めます。チーズが溶けて絡んだらチーズタッカルビの完成です。ではチョレギサラダを作っていきます。外側の3枚ほど剥がして洗います。キャベツはちぎって中に入れていきます。ちぎるときは複数枚一緒にちぎると楽にちぎれます。キャベツをちぎりましたら調味料を入れていきます。鶏ガラスープの素を小さじ1入れます。しましたら清潔な布巾で内側をさっと拭き取って、砂糖を小さじ2量ります。では次に醤油を大さじ1量ります。醤油を大さじ1量ります。ごま油を大さじ1量ります。醤油を量った後はそのままごま油を量って大丈夫です。ごま油を大さじ1量ります。ごま油を量りましたら酢を量ります。ごま油が大さじの内側にくっついてるんですけれども、お酢を入れるとごま油が
浮かんできます。大さじの内側にくっついていたごま油がお酢によって浮かび上がるので無駄なく使うことができます。お酢を大さじに量ります。調味料をすべて入れましたら袋の上から手で揉んでなじませます。それでは2品完成しました。今日は人気のチーズタッカルビを紹介しました。これから作ってほしいものがありましたらぜひコメント欄にお願いします。実際に作っていただきましたら楽シピでタグ付けしていただけるととても嬉しいです。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。またねー。